中高一貫鬼滅学園物語バレンタイン編第2話、うん、モテようと思ったことはない。なんで嘘つくんですか。やり口が汚いですね。自分の取り分が減るから教えないんですか、このゴッツクバリ。いい加減にしろ、全員ってただでさえ富岡先生はこんなところでゴッツコマンして悲しいんだから、そんな言い方するな。俺はぼっちじゃない。はやー、はやや、はや。え、喋りながら食べられないだけだ。会話をしなくても通じ合うことはできる。じっと見つめ合うだけでも相手の気持ちはわかる。誠実な人間は瞳に曇りがない。目は心の窓なんだ。俺はテレパシー使えないので、ああ、もう時間の無駄だったわ。富岡先生に失礼だろ。すみません、すみません。マスダーデイター。俺はぼっちじゃない。はいはいはい、はい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 。次回、鬼滅学園物語バレンタイン編第3話、16時配信予定。